日本ハム、加藤豪将日本ハム、加藤豪将内野手、30、が3日、今季限りでの現役引退を表明した。自身の X に、12年間、応援し支えてくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました。ここまで来られたのは、家族やチームメイト、ファンの皆さんのおかげです。これからも、新しい挑戦を続け、これまでの経験と感謝の気持ちを胸に、前に進んでいきますと、日本語と英語で投稿。日米通じて12年のプロキャリアを支えたファンへの感謝を綴った。カリフォルニア州生まれの加藤は2013年のドラフトでヤンキースから指名を受け、ブルージェイズ時代の22年にメジャー初昇格。その年の NPB ドラフトで日本ハムから3位で指名され、逆輸入という形で NPB デビューを果たした。2年目の今季は28試合出場で打率172で10安打、0本塁打、1打点。日本での2年間では90試合出場で打率202、6本塁打、17打点だった。移籍、退団リストへ。